いどうもめチャンネルです。本日はですね、久しぶりに舞浜にありますシェラトングランデ東京ベイさんの方にお邪魔させていただきます。ではね、早速これからチェックイン手続き向かっていきたいと思います。はい、バレンタインということでこんな感じで、ね、写真が撮れるようなブースが、ね、できております。はい、今日は、ね、10階の最上階にアサインいただきました。はい、ということで、ね、本日はこちらの10階113号室になります。入っていきましょう。はい、まあ、こんな感じの、ね、お部屋となっております。ちょっと、ね、中の方入っていきましょう。はい、まあね、前回にもこんな感じでお誕生日おめでとうということで、ね、まあ、2月なんでね、誕生日付きということでご準備いただきました。ありがとうございます。はい、まあ、こんな感じでね、以前もまあご紹介させていただいているので、お部屋についてはね、サクッといきたいなというふうに思います。はい、なんかね、雪が舞ってる感じですね。はい、まあ、お部屋ね、こういう感じでちょっとね、ハワイアンチックな感じでいい感じですね。はい、じゃあね、まず玄関の方ですね。今日はですね、エレベーターからこちら進んでいただいて、この113号室になってますね。で、入っていただいて右手収納スペースとなってます。はい、こんな感じでですね、ベッドガードがあったりとか、バスローブがね、このようにあったりしますね。で、上にはね、枕とかがあったりします。で、逆開けてみましょう。メイク入っちゃいました。はい、アイロンがあったりとか、セキュリティボックスがあったりとかですね。はい、レイ君指挟まないようにね。はい、で、入っていただいて左手洗面とお手洗いですね。洗面と、はい、で、アメニティ類があって、はい、こんな感じでね、キッズ類のアメニティがあったりとか、はい、ヒゲ剃りブラシなんかもねありますね。はい、で、こちらがお風呂ですね。まあ、こんな感じのユニットバスなんで、まあ、非常にね、使いやすい感じですね。はい、確かね、水圧なんかもね、申し分なかったんじゃないかなというふうに思います。ちょっと出してみましょうかね。はい、ここね、レインシャワーはありませんので、下にしていただくと蛇口から出るタイプで、上がね、シャワーという感じです。はい、まあ、こんな感じでね、水圧はね、申し分なさそうですね。はい、まあ、こんな感じのお風呂というふうになってます。そしてね、シャワーとかコンディショナーに関してはね、もう備え付けという感じです。じゃあね、お部屋の方に行ってみましょうかね。まあ、ここにでもね、バスローブかけることができたりとか、まあ、ちょっとしたね、こういったアンティークっていうか装飾品がね、あったりしますね。拡大鏡がこのようにあったりします。このレイ君走り回ってますもんね。はい、で、入っていただいて鏡があって、ミニバーのね、コーナー、こういう風に動く感じでね、いい感じです。で、紅茶類とかですね。はい、これね、コーヒーとかだったかなと思う、ドリップのコーヒーですね。で、アイスペールとお水イロハスですね。冷蔵庫はね、確か空だったと思います。はい、こんな感じで自由にね、使っていただくことができます。はい、で、荷物置く台があって、こちら浴衣ですね。はい、こんな感じの浴衣がございます。下はね、空ですね。はい、で、お部屋ね、こういう感じです。個人的にはね、結構このパークイング好きですね。はい、どうでしょうか。まあ、こんな感じのね、お部屋というふうになってます。テレビもね、確かこういうふうにフレキシブルにね、動くタイプで、ここにね、HDMI のコネクタがあったり、USB-A があったりね、しますという感じです。まあ、非常にね、シンプルで使いやすくて、明るいタイプでね、個人的には結構好きなタイプのお部屋というふうになってます。いかがでしょうか。こんな感じのね、お部屋です。シャッシャー。シャッシャー。
はい、とりあえずね、チェックインがね、無事に完了いたしました。今回はですね、アップグレードしていただきまして、こちらのね、パークイングというね、こちらのお部屋にしていただいております。このお部屋ね、結構新しいんで、綺麗ですね。で、今ね、またトレジャールームっていうのがね、一番新しくね、改装されてますんで、まあ、タイプは一緒なんですけど、お部屋のね、装飾とかがちょっと異なるんで、まあ、今回のですね、この Q1 プロモーションに関しましては、このシェラトングランデ東京ベイを拠点にですね、まあ、こちらをメインとして宿泊していこうかなというふうに思いますんでね、そちらの方のトレジャールームの方もいつかね、泊まれればなというふうに思います。で、今日はですね、まあ、やっぱりね、この Q1 プロモーションのこともあってですね、多分ね、混雑しているからっていうこともあって、なんとね、16時からですね、ラウンジがオープンするということで、カクテルタイムがね、始まるということなので、もうちょっとしたらね、16時になりますんで、イブニングカクテルタイムの方にね、向かっていこうかなっていうふうに思います。ということで、早速ね、向かっていきます。ご案内いたしますね、少々お待ちください。はい、とりあえずね、今、ラウンジの方にご案内していただいて、やっぱりね、混んでますね。で、一組ね、60分制という感じになってまして、今日はね、1時間前倒しで、16時からね、19時という感じで、通常時はですね、17時から19時という感じなんですけどね。まあ、ということで、今入り口からですね、もう結構やっぱりね、豊富なメニューありましたんで、めっちゃ楽しみです。じゃあね、ちょっと料理の方を取っていきたいと思います。はい、とりあえずね、レイ君のポテトとナゲットで、ね、持ってきました。そしてご飯ですね。レイ君、ポテト食べる？はい。はい、じゃあね、今ポテト不足だから、存分に楽しんでください。熱くない？はい、こんな感じでですね、サーモンとかね、チキンとか、お肉がね、いい感じですね。はい、そしてね、パスタだったりとか、焼き魚とかチキンとかもありますかね。はい、という感じですね、お肉だったりとかですね、豚肉、鶏肉、そしてピザ、そしてチキンとカツオですかね、マグロかな。はい、そしてパスタだったりとかご飯ですね、最高すぎます。はい、じゃあね、いただいていきます。うまい、ありがとうございます。頂戴します。ありがとうございます。もらった。はい、ちょっと待ってくださいね。今ね、誕生日ということでデザートプレートいただきました。ありがとうございます。はい、じゃあね、いただいていきます。もうね、だいぶ暗いのでいただいていきます。うん、美味しい。ちょうどですね、今ね5時半なんですけど、先ほどね、入り口の方行ったらもうね8組ぐらい並んでましたね。やっぱりね、大人気です。じゃあこのままね、もう60分制っていうこともありますんで、食べ進めてお部屋の方にね戻っていきたいと思います。はい、ごちそうさまでした。めちゃめちゃね、やっぱりボリューム満点でめっちゃ美味しかったです。最高。やっぱりね、シェラトングランデ東京ベイのね、ラウンジ飯に勝るものはないですね。本当に最高です。はい、で、食事を終えてですね、ラウンジを出るときですね、もうめちゃめちゃ長蛇の列、30メーターぐらい並んでたんじゃないかなと思いますね。いや、やっぱ混んでるんですね、今ね。マリオットの Q1 プロモーション、本当にすごいなと思います。はい、まあ、特段ね、今日はもうやることないので、まあ、またね、22時半からライブをね、させていただこうかなというふうに思っております。それまで、まあ、ちょっとゆっくりさせていただいてね、明日の朝ね、朝食の方からお届けできればなというふうに思います。ということで、また明日の朝ね、お会いしましょう。はい、おはようございます。昨日はね、ぐっすり眠ることができました。ライブ映像に関しましてはね、こちらの方にリンク貼っておきますので、よかったらね、そちらの方もご参照いただければというふうに思います。今日はね、めちゃめちゃいい天気になってます。若干ね、ちょっと凍ってる感じありますんで、結構ね、滑りやすそうなので、ここはね、ちょっと気をつけないといけないかなというふうに思います。はい、ということでね、まあ、これから朝食の方食べに行こうかなというふうに思います。今日はですね、1階のグランカフェの方でね、朝食いただこうかなというふうに思います。ということで、早速向かっていきます。行ってまいります。はい、今ね、席の方にご案内していただきました。やっぱりね、およそ30分ぐらいでね、ご案内していただいたような感じです。じゃあね、早速もうね、グランカフェって言ったらもうメニュー豊富なので持ってきたいと思います。はい、こんな感じでね、持ってきました。やっぱりね、メニュー豊富で美味しそうですね。今はね、ちょうど香港フェアをね、やってるような感じですね。はい、
で今日は麺を食べたいと言っております。はい、じゃあね、いただいていきたいと思います。シューマイとかね、うん、うまっ。カニクリームコロッケ、うん、うまっ。麺食べたい、麺食べたい。肉じゃがとかね、もうやっぱりね、お料理はね、バラエティ豊かなんでね、うん、困ることはないですね。親子の、ま、そしてね、ミニ肉まんみたいなやつね、いただきます。うん、やっぱりうまいですね。まあ、ただね、こちらのね、お料理気になる方はね、また別でね、お届けさせていただいている動画もありますんで、そちらね、あのご参考にしていただければなというふうに思います。じゃあね、とりあえず食べ進めてお部屋の方にね、戻って、今回のね、旅の総括したいなというふうに思います。はい、雪もね、結構まだ残ってますね。はい、ごちそうさまでした。めちゃめちゃね、美味しかったです。やっぱりね、あのグランカフェのメニュー豊富さはね、もう抜群ですね。たらふく食べさせていただきました。2022年ですね、まあ、1泊目がこちらのシェラトングランデ東京ベイでですね、2月10日、2月8日からですね、 Q1 プロモーションが開始して1泊目ということになりますので、これでね、宿泊実績が一応2泊つくような形になります。で、今回はね、ライブでも申し上げたんですけど、こちらのシェラトングランデ東京ベイを中心にですね、マリオットの宿泊数に関しましてはね、獲得していこうかなというふうに思っておりますんで、まあ、とはいってもこれからまたね、レイ君とこれから大阪向かったりはするんですけど、まあメインのホテルはね、ここのシェラトングランデ東京ベイさんにさせていただこうかなというふうに思います。なのでね、マリオット修行、ステータス修行ね、まあどこまで今期詰めるかっていうのは、まだちょっとね、検討の余地はあるところではありますけど、まあできる限りのことはやっていこうかなというふうに思います。はい。ということでね、まあ、あさって、しあさってか、もうまたね、ここに戻ってくるような感じですけど、まあ、ゆっくりね、楽しんでいければなというふうに思います。ということでね、今回の動画に関しましては、こちらで以上とさせていただきたいと思います。この動画がためになった、参考になった、面白かったという方は、ぜひね、高評価ボタンとコメント気軽に残しておいていただければ幸いです。あと、概要欄下の方に私、Twitter、LINE、Instagram やってまして、URL 貼ってありますんで、ぜひ合わせてフォローチェックよろしくお願いいたします。私の動画の方ではですね、こういったホテルの宿泊レビューであったりとか、航空機搭乗レビュー、あと旅に関するお得情報など発信させていただいておりますんで、ぜひね、情報の取り逃し、お見逃しないようにですね、下のね、チャンネル登録、ベルマークの通知ボタンを押していただいて、次回の動画をお待ちいただければ幸いです。ということでね、また次回次の動画でお会いしましょう。これから羽田向かいまーす。Think that I'm being that selfish right now. You said yourself you'd be breaking every vow. I can understand you're tired of this town, and I'm not saying that we have to settle down now.